春季の医学のトークでーす。本日は筑波大学中級部の頭脳である工学歴の医学部生の皆さんに来てもらいました。よろしくお願いします。それでは皆さんに学年、名前、出身高校の順番で簡単に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いします。はい、医学部1年の竹中俊樹です。出身高校は兵庫県の灘高校です。よろしくお願いします。医学部1年の阿部杏里です。出身高校は神奈川県の相模原中等教育学校です。よろしくお願いします。医学部2年の水野亮です。出身高校は兵庫の白陵高校です。よろしくお願いします。筑波大学医学部4年の津田颯太です。出身高校は三重県の高田高校です。好きな YouTuber は若手 TV です。よろしくお願いします。さあ、まず中級部の頭脳、筑波大学の最高峰の医学部生に来てもらったんですけど、まず最初に医学部の人たちに聞きたいのが、まあ、筑波大学には医学部のサッカー部、医学サッカー部もあるんですけど、なぜこの全学の中級部に入ったのかっていうのを一人ずつ聞いていきたいと思います。まずはじゃあ津田から。はい、僕は中高一貫の学校だったんですけど、中高どっちも、部活動で参加をしていて、あんまりこう恵まれた環境ではなかったので、まあ、筑波大学っていう素晴らしい本気でサッカーできる環境でサッカーしたいなと思って来ました。なるほど。じゃあ次、水野。はい、僕も津田君と被るんですけど、まあ、小中高サッカーやってきて、まあ、ずっとあんまり強くはないチームでやっていて、でその、まあ、考えた時にこう自分のサッカーの人生の中で1回ぐらいこう本気でサッカーできる環境に置いてみたいなと思って中級部に入りました。実際今どうですか、本気でサッカーを受ける環境、入る前と入った後で。やっぱ周りの意識もこれまでの環境と違って、すごく刺激もらえて本気でサッカーを取り組んでるなと思います。なるほど。じゃあ次、阿部。はい、僕はちょっとこの3人とは違ってて、中級部の中ではこの3人はみんな選手としてやってるんですけど、自分は今トレーナーとして活動をしています。で、なんでその筑波大学中級部に入ってトレーナーをしようかって思ったかというと、その自分の目標のスポーツドクターになるっていう目標があって、でそれを達成するためにどうしたらいいかって自分で考えた時に、このすごい意識高い集団の中でトレーナーとして活動すれば将来その経験が生かせるんじゃないかと思ってトレーナーをしました。お仕事して今中級部で活動しています。中級部のトレーナーっていうのはどういう業務、医学部生じゃないとできないこと。いや、全然医学部じゃなくても体育の人、てか自分以外全員体育なのかな、体育専門学部っていう体育の学部があるんですけど、それ全員体育の人 で業務としてはテーピングとかマッサージをしたり、あとリハビリのメニューを作って、まあ、選手と一緒に、まあ、リハビリをしていこうっていうふうにやっています。なるほどね。選手以外の活動も中級部ではできるとね。じゃあ次、最後に竹中。はい、自分は、サッカーで、行けるところまで行きたいっていう気持ちを、まあ、中学の時に、持って、で、まあ、いろんな、大学10校以上の大学に練習参加させてもらって、まあ、やっぱりカテゴリーによってその練習環境に差があるっていうのが、まあ、他大学ではほとんどなんですけど、まあ、筑波大学中級でに練習参加した時に、やっぱどのカテゴリーもしっかりとしたコーチ陣がいて、しっかりとしたグラウンドがあってっていうので、やっぱその下のカテゴリーの選手も上を目指せるっていう環境、そしてやっぱトップチームっていう、やっぱ本当にお手本となるようなカテゴリーがあるっていう、そこを常にこう意識を、トップチームの意識っていうのを感じながらサッカーができるっていうところ、そういう
まあ、基準が高い環境に実際自分でいろんな役に足運んで、で集客が一番だというふうに思ったし、まあ、実際こういうふうにYouTube 撮ったりして、まあ、学生主体で動かしているっていうのもやっぱ練習参加して、やっぱ筑波大学集客部ならではだなっていうふうに感じたので入りました。明らかはその練習参加でシーズン中に高3の時かな、はい、に来てもらって自分も一緒に練習したことあったけど、まあ、体でかくて医学部目指してるところで、まあ、志が高くて集客部にぴったりの人が入部してきてくれたなと思ってます。ありがとう。全然終わって全然終わってありがとう、はい、続いてのテーマなんですけど、竹中を除く3人が推薦入試で合格してて、まあ、竹中も一応推薦入試は受けてる、まあ、それは一般の入試と2月に行われる一般の入試と違うのかっていうのを聞いていきたいと思います。まずなんで推薦入試を受けましたか。なんでか忘れたけど、多分推薦の存在は知ってて、で結構自分高3の時点でも結構学力はあったので早めに合格したいなっていうので受けました。この一般を受けようっていうのは思わなかった。一般で勝負しようって共通テストがあんま得意じゃなかったから、共通テストやらないで受かれる推薦に、まあ、本腰入れてやってました。じゃあ次に水野、まあ、一番は早く終わりるっていうものがあって、まあでも落ちても一般でも受けることができるんで、まあ、それならまあ受けといた方がいいかなみたいなのがあって受けたのと、あと推薦が早く終わったらやっぱりそこから、まあ、これまで勉強してたんで体も動かない状態で入ってくるよりは早く終わって中級部に入る準備ができたかな。あ、なるほどね。スポーツ的な面で見ても早く体の準備ができると、コンディションを合わせられるということですね。確かに推薦入試で落ちたとしてももう一回入学というか受験のチャンスがあるっていう点っていうと、まあ、そこは一つのメリットかもしれない、はい、じゃあ次は多分調べてもらったら分かると思うんですけど、推薦入試って他の大学と違って筑波の推薦入試は小論文じゃなくて、小論文っていう名前の A 数以下の普通科目の評価のテストがある感じで、それ知った時に小論文の達成がなくていいんだって思ったのと同時に、単純にそれ一般入試と2回チャンス増えたんじゃねって自分の中で思って、それはもうじゃあやらない理由がないなと思って、とりあえずやってみようということで推薦入試をやりました。チャレンジ的な要素も含めて。じゃあ最後に学部に関しては、まあ一般枠でいうと44人を推薦で取って、で一般前期試験でも44人で1対1で取るっていう、まあ、かなり推薦に比重を入れる、大学 でかつまあ現役生しか、推薦は受けることができないので、まあ、推薦の方が受かりやすいっていうのは、まあ、一つあるかなっていうので、まあ、受けない人はいないんじゃないかなって、多分その筑波の医学部志望している人にっていうぐらい、まあ、全員受けるような、まあ入試だったので、まあ、僕も受けて落ちました。で、何月に推薦入試があるの？でも推薦入試は11月の28、29っていうので決まってて、で今2週間後にすぐ発表があるんで、12月の、まあ、半ばあたりに発表があってっていう感じです。なるほど。で、落ちてその12月の半ばに結果が分かって、そこから共通テストの対策というかにシフトするってことだよね。そうですね。それまでは推薦入試だけにやってたから、まあ、国語とか社会とかも、まあ、ほとんどやってなかったので、まあ、必死というかもう死ぬ気で1ヶ月間グッて盛り上げてやりました、はい、4年の津田に聞いてみたいことが、推薦入試と一般入試のその試験の内容の違いっていうのを教えてほしい。まず大きな違いとしては、推薦入試は英語と数学を同時にやる、問題渡されてそれをもうある時間の中で英語と数学をもう両方解いて、理科も2科目同じ時間内に解くっていう、まず形式が違うと、一般試験は他の学部と共通の問題が出るので結構難易度が簡単なんですけど、推薦の方は結構凝った問題というか癖のある問題が出るので、問題の難易度としては
推薦のはちょっと難しいかなって思います。うん、なるほど。え、それは推薦は医学部だけのテストがあるっていうか、医学部独自のテスト。なるほど。続いてのテーマですけど、皆さん医学部生ということで、医学部に入るということは相当頭がいいと思うんですけど、まあ、今までの人生で頭いいエピソードっていうのを伺えたらなと思うんですけど、じゃあ阿部、聞いてみましょう。え？基本推しは、あの他の医学部志望っていう枠の中では、まあ、あの50番以内には入ったらしい。そんな立たないよ。いいですね。俺一番入ったんだよ。10番志望やったら1人取れるか。あ、ダメだった。よくない？ダメです。さあ、行くぞ。筑波のメンズコーチとして、まあ、あの受験した人は分かると思うんですけど、受験会場って結構みんな緊張してて、なんかお互い多分強そうに見えると思うんですけど、そこにいかにあの自分を強く見せれるかっていうのがすごい大事なんで、筋トレしましょう。ああ、そっちになる。あ、そうなんだ。筋トレした方が受験受かります。あ、そうなんだ。それは結構あるし、それで言うと、俺も前期 の、 あの一般入試の時、めっちゃ寒かったんで、まあ、なんか外に出て、やって、よいしょ。やばいですよ。やばいやつやん。普通に体温めるようなことを、外で。空気は寒い。もうなんか、割とそこで、体の集中力も上がったかなって思って。結構やっぱ、本番でもやっぱ体動かした方がいいかなって思って。それは確かに体動かすのは大事だよね。推薦入試当日は筋トレしたもちろん。やったー。中級部はいろんな都道府県から来てるよね。それで仲良くなれるのかっていう、どうやって仲良くなるの？どうやって常にもうみんな、どの瞬間でもサッカーの会話しかしない仲間たちは、食事中とかで、そこで繋がり合ったな。ボケの感じもね、サッカーに持っちゃうよね、やっぱり。そうだよね。YouTube の撮影になると、自然と笑顔が出てまうよね。いや、エンバペの笑顔。カタールワールドカップ準々決勝、フランス対イングランドで、ハリー・ケインが PK 外した時のエンバペの笑顔。調べたら出るんだよ。こうなるよね。会話がこう。では続いて、医学部の各学年のスケジュール、年間とか1日のスケジュールを聞いていきたいと思います。ではまずこれは1年生から聞いていきたいと思います。竹中と阿部。まあ、1年生の時は秋と春で夏場で分かれてるんですけど、まあ、春までは、まあ、他の学部と同じような授業を大きく取って、秋からちょっと医学の勉強が結構進んでいく感じなんで、まあ、春の間はあのそこまであの忙しいっていうわけじゃなかったんですけど、やっぱり、まあ、別に医学部に限らず、最初のフレッシュマンコースって言われる期間と、新生活、ここの遠いところまで来て、この一人暮らしでっていう、その自炊とか洗濯とかも今まで してなかったから、やっぱそういうところを一人でしながら、そのフレッシュマンコースっていうのを過ごすっていうところは、めっちゃ大変。なんか私生活とか家のことで家事とかで大変なこととか何がある？いや、もう全部です。全部あれ助けてもらったんだなっていう時間がもう死ぬことしました。で、まあ一番は一人になっちゃって部屋の中で、なんでちょっともういろいろ考えすぎてなんか病むみたいな、病みそうになるみたいな。どういうこと？やむっていうか、なんか自分で考える時間がめっちゃ増えるっていう。ああ、そりゃそう、そりゃそう。一人の時間に成長するから、人間は。あ、それ？一人の時間に成長する。自分と向き合うから。なるほど。まあ、やむっていうか、その自分と向き合う時間がめっちゃ増えて、それ成長してるような実感を感じた。じゃあ次、2年生の水野はどういうスケジュールで動いてますか？まあ、普段は1年生でちょっと専門的な授業が必要なんですけど、2年生の、まあ、大きい、まあ、イベントというか、あれは5月6月に人体解剖の
実習があって、それは毎日、まあ、月曜日から水曜日勤務なので朝から夕方ぐらいまでずっと実習があるので、その期間は、まあ、ちょっとしんどかったです。そういう実践的なことはもう2年生ですよ。そうです、なんか筑波はちょっと早い。まあ、これは医学部生にとってはさっき言った通りの道というかさ、そうです。では津田は4年生なんですけど3年生がいないので、3年生の時と4年生の時のスケジュールを教えてください。はい、3年生は、まあ、ほぼ2年生と一緒で、なんか習う科目数が増えるので、授業数とあと試験の数が増えます。で、授業を受けて試験、授業を受けて試験をひたすら1年間やります。で、4年生になる と4年生の8月の末の方に、まあ、大きい、まあ、CBT っていう試験があって、あのその試験に受からないと病院に実習行けないんですけど、その試験のための、まあ、授業とか、あと実技試験もあるので、その実技の練習とかを、まあ4月から6月ぐらいまでやるっていう感じで、あとはその8月の試験を受けて受かれば10月から病院に行きます。じゃあもうそこからは病院で実践経験をついてつなぐっていう感じで。そうです、ついていく。ただそのお医者さんについて回ったりとかして、でも実際に患者さんと喋るシーンとかもあるので、ちょっとお医者さんこういうことを見て学ぶみたいな。病院に患者じゃない立場として入ってみようみたいな感じか。なるほどね。じゃあ続いて、週休部内では医学部生、医学部の部員にはなんか変な人が多いって噂されてるんですけど、実際にはどうですか。自分たちの感情として変な人として見られてるっていう感じはありますか。見られてる変人ぶってるところはあります。キャラとして変人ぶってるとこあるかな。あどうか津田くんは医学部尖ってるって聞いてます。尖ってるって聞いてます。尖ってるって聞きます。津田なんかテストとかなんかもう30分ぐらい見といてパッて出てくるみたいな。うわ俺は試験開始30分経ったらもう解き終わった人から出ていいっていうシステムなんですけど、僕はその早く教室から出るのがかっこいいと思ってあの毎回めっちゃ早く解き終わって、あの60点以上取れれば合格なんで、60点いったなって思ったらもう出て胸張って会場を去っていきます。津田は結構4年生の中でも勉強いっぱいしてるっていう、意外としてるっていう、で話題なんですけど、そのために勉強してるっていう、あ、そう、カフェつけるなって言って、カフェつけるために勉強してるっていうのを聞いたことある。そうです、そうです。だから、毎回、まあ、結構ライバルもいて、早いやつらもいて、その会話がある。その会話があるから、でも結構誰かがこう席立つ音とか聞こえると、もうやべっていう焦りが生まれます。そこの勝負なんだ。あんまりね、水野と阿部は変人として思われてないみたいだけど、その医学部の中だったら変な人とかはいる。まあ、医学の中だと、まあ、個性的な人も多くて、まあ、一個エピソードとして言うと、なんか結構先生も見る真面目じゃないですけど、発表会で前プレゼンでなんかラップをし始めたり漫才をし始めたりという人もいるので、まあ結構フランクに楽しく感じるやばいかなと思います。危険ですね。やめてそれやめて。危険ですね。阿部変な人いる周りで。変な人っていうか、いや多分僕らが変に見られてる人。ああなるほどね。竹中とずっと一緒にいる感じ。1年生だと。ずっとではないですか。ないですけど、なんか生物の授業とかあるんですけど、生物の授業はもう学年全員で受ける人なんですけど。自分と竹中とあともう一人、まあ、仲いい3人がいて、その3人だけもうみんな後ろの席座るんですよ。僕だけもめっちゃ前で一番前で3人でもうすごい真ん前で受けるっていうのが
野呂さんに変じゃねえみたいなふうにはなってるらしいです確かに全然ですねちょっとやめてた俺らの学年も、まあ、変なやついるんやけど徐々になんかそのキャラが浸透してどんどん人気者になっていくからまだ大丈夫まだ大丈夫貫いた方がいいそう貫いた方がいい大丈夫では最後に見ている方へ向けてメッセージを竹中からお願いしますはい、まあ、筑波大学の修行部に入っている人たちは、まあ、秋の選手権まで、11月までやっていたり、まあ、僕自身も9月ぐらいまでトレーニングしてたので、まあ、その中で意識してたこととしては隙間時間有効活用することっていうので、まあ、電車だったり学校の10分休みの時だったり、まあ、例えばトイレとか、まあ、自転車を見ながら歩き物を思い出すとかっていう風にして、まあ、他の人よりもそういうところで時間を切り詰めていくっていうところをやってほしいのとあとは睡眠時間を削らないちゃんと1時間半とか寝て集中した状態で勉強できる部活動もするっていうそうすれば、まあ、両立っていうのは十分可能かなと思うので頑張ってほしいなというふうに思います。筑波で待ってます。では続いて阿部。まああれですね。まあ僕的にはもう今のその高校生の時間を十分に楽しんでほしいっていうのがあって、で今僕が大学生で高校生を振り返ってみると、なんか受験の時もなんならすごい電車乗って遠く遠い塾行ったりっていうのがすごい今振り返ると辛かったですけど、まあ楽しかったっていう思い出があるので。もう今はすごい楽しむっていうのができないかもしれないんですけどとりあえず一生懸命やってもらえればいい結果ついてくるんじゃないかと思います。頑張ってください。はい、続いて水野。はい、まあ、受験生は結構いろいろ考えたりして苦しむことが多いと思うんですけど、まあ、受験が終わったらまあ、楽しい大学生活だったり、まあ、大学サッカーの生活が待ってるので、まあ その先のことを考えて、まあ、今を乗り越えて頑張ってください。はい、では最後に津田。はい、まあ、受験は結構不安で、まあ、辛いと思うんですけど、まあ、終わったらかなり楽しい大学生活が待ってるので本当に合格だけを信じて一生懸命頑張ってほしいなと思います。頑張ってください。筑波大学では、いろいろな SNS のアカウントを動かしているので、X やインスタのフォローだったり YouTube のチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。待ってるよOkay.